神奈川県相模原市。原とその仲間たちが燃えた東海大相模のグランドでは、新たなる歴史を刻むべく今年の夏を目指す生徒たちが練習に励む。その中心にかつてのエース現監督村中秀人がいる。身長170センチの小さな大投手村中は、1年生の夏から4度の甲子園を体験した。不敵なマウンド度胸と思いっきりのいいピッチングは、原、末らと共に甲子園を沸かせた。そして監督としても平成4年に準優勝を果たす。そんな村中がこの学校に憧れたのは小学生の時であった。小学校のやはり5年生の時に、東海大相模が全国優勝したんですよね。でその時たまたまテレビ見てまして、優勝して次の日に、パレードをするということで、私の家がちょうど16号線沿いにあったもんですから、16号線をパレードするという話を聞いたもんですから、それを見に行ったんですよね。でその縦縞のユニフォームが非常に印象的に残りましてですね、絶対にここに入りたいなという思いで、また次の日に東海大相模高校のグラウンドまでですね、少年時代に、練習を見に行きまして、でその時に、原監督さんと初めてお会いしましたよね。握手をしましてサインを書いてもらったんですよね。その時に必ず僕は高校になったらここに来るからねって監督には話したんだけども。昭和45年8月21日、東海大相模の優勝に地元は大いに盛り上がった。まだ小学生の村中少年にとってもこの日のことは忘れられない。縦縞のユニフォームは光り輝き眩しく見えた。小さな大投手の一歩はあの日から始まった。そして村中は幸運にも4度の甲子園を体験。1年生からエースとして活躍した。しかし村中はこの甲子園のマウンドで一生を忘れることのできない悔しさを味わうことになる。それはまさに順風満帆だった村中の野球人生に一球の大切さを教えるために起こった出来事のようにも思えた。昭和51年夏、対するは栃木の小山高校。この日の村中は絶好調。ボールのスピード、キレ、申し分なし。しかしそんな絶好調の日に一球の重みに泣く結果が待っていたのだ。6回まで0対0で来てまして、で7回の表に、黒田君というピッチャーの選手に三遊間打たれまして、でノーアウトランナー一塁出て、で送られてワンアウトランナーセカンドになったんですよね。それで次のバッターの選手がセカンドゴロで、ツーアウトランナー三塁ですね、進塁して、それでその1球目なんですけども、黒田から始まっています攻撃です。小山高校、まずは先頭バッターの黒田がヒットで出塁。2塁に進めた後、内野ゴロの間にランナーは三塁へ。ちょっとマウンドが危なかったか、中川ランナーこの間に三塁へ。ツーアウトランナー三塁。そして悲劇は1球目に起こった。そんなもんじゃありませんからね、まだこう燃えてないっていう感じを受けるんですよ。この1点で村中の夏が終わった。キャッチャーの伊藤はインサイドに構えました。この逆に来ました。まあうちあの当時はサインが2種類ありましてですね、ミットで出すサインと手で出すサインがありましてですね、まあ、大体セカンドにいるときはミットのサインなんですけども、僕はミットのサインを見ましてですね、ただシュートのサインなんですよね。で手のサインはストレート、インコースストレートの要求のサインなんですね。でその時ちょっと迷ったんですよね、どっちだろうなと、タイムかけようかなというふうにすごく迷いがあったんです。でも大丈夫だろうと。
コントロールの良さと平常心を保つことにかけては人一倍優れていたはずの村中でさえ取り返しのつかないミスを犯してしまう。4度目の甲子園のフィナーレは忘れぬ苦い思い出を残した。一球をおろそかにする者は一球に泣くっていう、まあ、本当につらい一球だったんですけども、まあ、そのつらい一球が僕にとってはこれから今の人生においてね、すごくプラスになってんじゃないかと思うんですよね。指導者となった今もあの一球を忘れない。一球に泣く辛さを知った者が教える一球の重み。村中の悔しさは無駄ではなかった。時は巡り、村中は今自分の息子周一君とキャッチボールに興じる。かつての恩師原監督と辰徳のようにいつの日か親子だかの思いを味わえる日が来るのか。将来はあれですよ、山口君のね、息子も同級生で原君とこの同級生だし、高校同じ高校でね、特に東海大相模で3人が一緒にねプレーしたらいいな。みんないたらまた黄金時代が出てくるんじゃないですか、ね、そういう願ってですけどね。甲子園、原監督が球児たちに野球を通して伝えたかったのは何だったのだろうか。私がやっていた時の高校野球っていうのはやはり可能性への挑戦であると思うんです。あの青春時代のね、一番ねそのエネルギーの余ってるものをね、全てをねグラウンドにそれを本当に叩きつけ、そして事業にもね学業にもね思い切ってやれる時代だ。だから僕はもう本当にそれを引き出してやるのが高校野球の指導者であると。これは野球だけではない、スポーツのね。共に甲子園を目指した球児たち、あれから20年。現在川村さんは保険の営業マンとして活躍中。川地さんは勤め先で野球部の監督を任され、今もグラウンドに立っている。内越さんは水道会社の役員として社員のまとめ役に勤めている。岡部さんは巨人軍のバッティングピッチャーとして現在宮崎でキャンプ中。谷川原さんは現在ベンチャービジネスに力を注いでいる。江川さんは横浜ベイスターズのトレーナーとして選手の管理に全力投球している。村田さんは画家として毎日カンバスに向かっている。稲津さんは横浜スバルの環境機器部で全国制覇を目指している。酒井さんはマネージャーの経験を生かしライオンズマンションの管理運営をしている。長沼さんは東京ガス軟式野球部の監督として日本一を目指す。筒江さんは巨人軍のスカウトマンとして次のドラフト指名選手を探している。若月さんは経営するスーパーの仕入れで毎朝5時に市場へ出かけている。村中さんは今東海大相模の監督として夏の甲子園優勝を目指す。山口さんは社長の傍ら横浜青年会議所理事長としての活動も行っている。原辰徳さんは NHK スポーツキャスターとして活躍中。そして原貢監督は東海大学野球部の監督として大学日本一を目指す。彼らの夢はまだグラウンドを駆け巡る。